こんにちは。こんにちは。はい、今日は、ヘアメイクのかなこさんにポーチの中身というか愛用コスメの紹介をしてもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。普段かなこさんが実際に撮影で使ったり、はい、普段こう、うん、コスメいろいろどういうのがあるのか調べてるときにいいと思ったもの、はい、そうですね、はい、カチプラアイテムとかあとはいただいたやつとかで自分が使っていいと思ったらモデルちゃんにヘアメイクで使ったものとかもあります。はい、それを紹介してもらおうと思います。お願いします。ビビいけます。コスメデコルテのコンシーラー、これは全人類持ってた方がいいくらいコンシーラー界に革命が起きました。めちゃめちゃ使いやすい。スックのシグニチャーカラーアイズ106番、これは最近出たやつでめちゃめちゃ可愛いです。カーキが今トレンドなんで赤みもあるし使いやすいです。下地、スナイデルの下地です。スナイデルビューティー、めちゃめちゃこれもいいです。 SPF も高いしちょっと潤いがつく。ミルクタッチの、マスカラです。茶色なんですけどこれもすごい、まつげ一本一本がめちゃめちゃ長くなるんでおすすめです。これはカロニーの下地、マスカラ下地です。美容液が入っててすごい、まつげにもいいし下地ですごい伸びがいいってやつです。でこれはアディクションのマスカラ、最近やっぱカラーメイクだったりとかスモーキーカラーが流行ってるのでこれは B1 番でちょっとこうグレイッシュなブルーです。分かるか。これもなんかメイクが色を入れただけで今っぽくなるっていうんで1個持ってます。でアンプリチュードの眉毛アイテムです。眉ブロウ、これもちょっと赤みがある色でめちゃめちゃ可愛い。本気 の, あのアイブロウアイテムはちょっと色がある感じ、ピンクだったりとかパープルとか人気なのでちょっとなんかメイクしてないよみたいな感じの時でも眉毛だけ色があるだけでもかなり変わります。でこれはラカーの、これもアイブロウアイテムです。これ透明なんですけど眉毛が立つ、毛流れとかを意識して、メイクしたい時とかにすごいおすすめだし、私は結構アホ毛がすごいのでアホ毛に使ったりしてなんかぴょんぴょん跳ねる毛を抑えたりするのにも使います。でこれは3の眉毛ブローです。これは赤みがあるやつと違ってちょっとこう茶色っぽいので普通っぽいメイクしたい時にやってます。でこれもマスカラです。これはアニベンのマスカラですね。ベージュなんでこれもちょっとこう遊びがある時のメイクとかにおすすめです。でこれがリリミューのアイパレットです。いただいたんですけどすごい使いやすくて可愛いです。捨て色がないです。これは RM 系今季のカラーアイテムでチークです。ちょっとオレンジなんだけど若干渋いというかちょっとブラウンっぽい感じで可愛いです。これも眉毛アイテム今季のやつです。セルフォークです。これもすごい可愛い。エリカとの、メイクの紹介でも使わせていただきました。あ、これもアイブロウアイテムです。これジルスチュアート、こっちはちょっとパープルがあって可愛いです。なんか本当にメイクとか朝早くてしてない時でも眉毛に色がついてるだけで今っぽいと思います。これも今亡きバーバリーのメイクなんですけどこれはハイライトですごい可愛いです。こうペンシル状になっているので使いやすかったです。戻ってきてほしい。でこれスックのファンデーションです。普段ファンデーションあんましないけどちょっとちゃんとしなきゃいけない時とかに使ってます。これは今季出たやつでめちゃめちゃ持ちもいいしついてもすごいベタベタしないし肌が綺麗に見えます。これヒルドイドです。手が乾燥してモデルちゃんの肌に触る時とかにカサカサしないようにいつも使ってます。
これは、エネルギースプレーで結構長い撮影の時とかモデルちゃんとかにも貸してあげたりとかしてます。これをこう頭の上から振りかけたりとかしてちょっとホーリーな気持ちになったりします。でカロミーのアイライナーです。最近出たやつかな、ちょっとグレーな感じで、普通じゃない感じが可愛いです。リップポーチです。これ友達が作ってくれました。これにも入れて持ち歩いてます。ミルクタッチのこれは色がつかないんですけど下地になるリップです。でこれはスップの最近出たリップです。マットなんだけどシアーな色づきですごい可愛いです。これが、みんな大好き藤子さんのニュアンスラップティント。これマスクしてても全然落ちないんですよ。だしなんかすごい色も可愛くって、イチジクブラウンって新しい色なんですけど、これつけてうままして、ティッシュオフしてまたつけるだけでもマスク一生してても落ちない。でこれ RMK の本気のやつです。これもすごいブラウンにがかってる色なんですけど、めちゃめちゃ可愛い今季のアイテムですごいおすすめです。あとこれニキビパッチ、なんかニキビできた時にすぐ貼ります。これは韓国でよく行った時は買ってたアイテムで、今韓国行けないので Q10 とかで買ってます。いろんなサイズがあるから使いやすいです。マスクとかしてる時にこれをしてるとバレないのですぐに直せておすすめです。これ紙石鹸です。私は口潔癖なのでスタジオとかで石鹸がない時はこれ使います。ビビ以上ヘアメイクかなこの愛用コスメでした。